次です。今日から5月ですが、暮らしに欠かせない食品や電気ガスが相次いで値上がりします。中でも大幅に値上げされるのがオリーブオイルです。福岡市の飲食店からは悲鳴が上がっています。今日午前、福岡市東区のスーパーではこちらのオリーブオイルの方が値上げの対象となっています。このスーパーでは今年に入って1本200ミリリットルの一部のオリーブオイルを399円から499円に値上げしたばかりですが、来月以降さらなる値上げを予定しています。問屋様からの仕入れになりますので、まあ、1ヶ月とか2ヶ月先の値上がり、 60% 以上の値上げって形になりますので、まあ、売り場で、まあ、言ったら100円とか200円とか上がるんじゃないかなと。家庭用のオリーブオイルの値上げ幅は J オイルミルズが 32% から 66%、 日清オイリオグループが 23% から 64% に上ります。背景はヨーロッパを襲った記録的な干ばつです。原料のオリーブの不作が続き、オリーブオイルの在庫も世界的に逼迫しています。これを買うんですよ。好きで使えますから、食べる量を減らすとかそういうやり方しかないですよね。必需品ですからね。どうしてこんなにね、全てのものが上がるのかなと思いますね、やっぱりね。ちょっと買いだめしてる分があるんですけど、また買っとこうかな、じゃあ。オリーブオイルの大幅な値上げに頭を抱えているのが、福岡市内のスペイン料理店です。アヒージョに欠かせないのがオリーブオイルですよね。いただきます。エビの旨味が溶け込んで、オイルの風味が食欲をそそります。美味しいです。スペインで修行したシェフが作るエビのアヒージョ、特にこだわっているのがオイルです。アヒージョにメインで使っているのはエクストラバージンオイルとひまわり油を合わせた2種類のブレンドオイルです。店では1ヶ月に100リットルのオリーブオイルを使いますが、仕入れ値は数年前に比べて倍近くに膨れ上がっています。やっぱりオリーブオイルは大事なんですか？めちゃくちゃ大事で、これがないとスペイン料理はちょっとできないって言っても過言じゃないぐらい大事なものになりまして、今の価格高騰はすごい困ってるところですね。値段を上げることもちょっと視野に入れないといけないかなと思ってます。辛い状況ですね。さらに追い打ちをかけているのが、電気もガスも値上がりすることばかりで、ちょっと本当負担がすごい大きい。電気とガスの料金は今月の使用分から政府の補助金が半減することから値上がりします。電気料金は使用量が平均的な家庭で425円増え7101円、ガス料金は140円増え6577円となります。私たちの生活を直撃する値上げの波は今後も続きそうです。帝国データバンクの調査によりますと、はい、今月値上がりする食品というのは今お伝えしましたオリーブオイルのほかに、ペットボトル飲料やインスタントコーヒーなど417品目なんです、はい、これ数だけ見れば先月は3000近くだったので大幅に減っているわけなんですけども、はい、気になるのはですね、こちら値上げ率なんですね。値段がどれくらい上がったかなんですが、はい、今月の平均値上げ率はこちら31%、 つまり今月値上がりする食品は平均して値段が 1.3 倍になるということなんです。100円だったものが130円になりますよ、そういうことですね、という範囲値上げだと。今後の見通しのポイントですけども、はい、はい、急速に進む円安です。帝国データバンクは今後1ドル150円台後半の水準で長期化したり、円安がさらに進んだりすることになれば、
今年の秋以降再び値上げラッシュが起きる可能性があると分析をしていました。うん、はい。